はい、よろしくお願いします。今回は数三の循環小数についてお送りします。で、まあシンプルにね、循環小数を分数に直せという問題を3問やっていきますので、一回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっと分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあこれ数三の一応カテゴリーで取ってるんですけど、この問題別のとこでやった記憶がね、ある方多いと思うんですよ。で、あったんですよね、やり方が。で、そのやり方やりゃいいじゃんって個人的には思っちゃうんですけど、まあ一応この無限等比級数の流れで出てくるので確認していきます。ただその時とやり方違うんだよね。で、まずこの 0.5、5の上に点々が、点がついてるんですけど、一応確認で、これは5がね、ずっと繰り返されますよって。まあ、これを表しております。で、先に言おう。昔やったやり方っていうのは、こいつを X って置くんですよ。ちょ、一応書いておこうか。こうやって。で、これを10倍すると。まあ、10X ね。すると、小数が1個ずれるんで、まあ、5.55 とこうなると。で、これを引き算すると、9X になって、こっち5になるんだよね。小数点以下全部引き算で消えるからさ。で、9で割れば x イコール9分の5。はい、終了っていうね、これでいいじゃねえかって話なんだけど。まあ、これが昔やったやつですわ。で、今回どうやるかっていうと、この 0.555 をまず、0.5 足す。0.05 足す。0.005 足す。てんてんてんって。いう風に考えようぜって。そうやってやっていく。で、これ何かっていうと、これ、諸行が 0.5、公比が 0.1、まあ、10分の1でもいいですけど、の無限等比級数になってるんですよね。まあ、諸行 0.5 でしょ。で、0.1 かけると位が1個下がってるからさ、位1個下がりました。下がりましたっていう、まあ、そうなってるよっていう。で、それ使ってこうぜっていう問題なんですよ。で、結局、まあ、分数に直せっていう話なので、何使うかっていうと、これ、この値を求める。つまり和なんだよね。結局。だから和の公式。1-r 分の a を使えばそのまま出せますよっていう話なの。で、使っていくと、1-r0.1 だから、r 分の a。こうやってやっていく。で、これ分母が 0.9 なんで、まあ一応書くか。0.9 分の 0.5。まあ両方ね、10かければ、イコール9分の5となって同じなのでしょ。そう。で、これで終了だよっていう感じ。以上です。はい。まあ、テスト範囲にこれが入ってきた場合、もしね、出されたら、まあ、途中式書かされると思います。こっちでやってもバレなくなっちゃうからさ。そう。まあ、答えだけだったらね、別に昔のやり方の方がやりやすいって人は、こっちでいいと思うんですけど、まあ、おそらくね、途中式書かされると思うので、まあ、こんな感じでやってください。いいかな？で、2番からも同じです。で、まあ、この270。まあ、2と0に点がくっついてるんで、一応ね、確認で。これは270。この3つの数字。点から点までの間が全部繰り返されるんで、これが繰り返します。こうやってね。で、これをどう分解するかっていうと、繰り返してるところを1セットにしたいので、0.270 が初項。足す 0.000。まあ、270の分ね。270の分を置いて、次の270ってこうやります。こうやって考えていく。まあ、ちょっとめんどくさいよね、これもね。で、これは初項がそのままね、0.270。で、公比は3つ空いてるんだよね。3つ分ずらしてるから、0.00、まあ、0が3つ分。これが公比になります。まあ、1000分の1でも構わないですけど。で、まあ、それさえ出してしまえば、あとは公式なので、1-r 分の a と、こうなります。ごめんね。で、分母が、0.999。まあ、小数点両方ともね、3つ分動かせば、ちょっとこっち行こうか。999分の270と。まあ、9で一回割ってみようか。まだいける気がするけど。111分の30。3でいけるか。10分の差段額の321。37分。これいけないよね。ってことで、答えが
37分の10ですよと。以上っていうね。さあ、ラストですね。で、ラストがね、めんどくさいんですよ、これ。そう。こっち3つ重なってるじゃないですか、繰り返しが。こっち1号なんで、こっちの方が簡単に見えるんですけど、何がめんどくさいって、これ7がいるんですよ。これ、繰り返さないやつが1人いるんで、つまり、これ 0.7 はあって、その後1号が繰り返しますよね。これが、0.15 だったら楽なんですよ。1号繰り返すだけなんで、同じようにやればいい。0.15 足す 0.0015 ってやればいいんだけど、こいつは7が繰り返しに入らないので、0.7 だけちょっと分けておきます。で、カッコにしとこう。じゃ分かりやすくね。で、右から 0.015。いい、7分取ってるからね。0.015 足す 0.000 が3つ目ね。0.00015。点点点と考える。つまり、0.7 は無限等級数に関係ないので、まずこっちだけで考えるの。この部分をこの同じようにやっていきます。で、0.7 後で足すからちょっと待ってて。で、こいつは初項がこれですね。一緒に書こうか。初項が 0.015。で、公費が、まあ、2個分か。だから、0.01 ですね。となりますと。で、まあ、公式使っていくと、1-0.01 分の0.015、0.99 分の0.015となる。で、小数点の数が違うので、まあ、自分合わせちゃうんで、こうやってやっちゃいましょう。そうすると3つずらせば、990分の15となります。で、ここで約分しない、まず。約分しない方がいい、ここで。できるんだけど、なんでかっていうと、今、この部分。右の無限等比級数で計算できた部分が990分の15で出てきたの。で、こいつと 0.7 足さなきゃいけないんだよね。で、0.7 って10分の7でしょ。この10分の7の状態で合わせた方が楽です。もちろん、約分した後に合わせやすい時もあると思うんですけど、結構、あ、結局戻さなきゃみたいな、二度手間になることが多いので、ここで 0.7、10分の7、プラス、990分の15をしようと。で、99倍すれば、990になるから、99に7かけるのか。63、63だから693か。こうなる。ちょっと左行こう。990分の、これ間違えたくないね。708? まあ、2でいけるけど、もっとでかいのいけるかな。9。63。いけないね。ちょっとこれ2で、地道にいっていいっすか?ごめんよ。354。400、これ待て、待て、待て、待て。やべえな。95。これが、3でいけるね。あ、6いけたのか、じゃあ。3でいくと、118、165、165で118って、3、いけないよね。オッケーオッケー。待って、自分で解いたやつ見ていい?合ってる?あ、オッケーオッケーオッケー。はい、という感じでございます。ギリか。入ってるね。という感じです。まあ、やってることはね、もうほぼほぼ、この公式しか使ってないんでね、まあ、難しいことはやっちゃいないんですけど、いかんせんめんどくさいっていう。そうそうそう。まあ、さっきも言ったように、途中、テストで出されるんだったら定期テストで、まあね、途中式書かされると思うので、まあ、ぜひね、こんな感じでやってみてください。はい、という感じで今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。